皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのレミです。今回は緊急事態宣言が出て外出自粛が続いて心身ともに疲れ切ってしまっている方が多いのではと思って、私たちが今家でできること5つを紹介したいと思います。メンタルヘルスの問題はこうした異常事態の時に増えてくる可能性もありますし、家にずっと引きこもらなければならない期間が増えると体調もどんどん悪くなってしまう方が多いかなと思います。まず体調不良やメンタル不調がひどい方は、今は病院になかなか足を運ぶことはできないと思いますが、長引いてしまって日常生活に支障をきたしているケースであれば、精神科や心療内科などにかからなければいけないこともあるかもしれません。そういったことも頭に入れておきましょう。それとは別に今回は私たちが家でもできるメンタルや体を健康に保つためにやれること5つを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。1つ目は外の空気を吸うことです。家の中にずっといると空気が薄くなってくる感じがすると思います。私も一日中引きこもってるとだんだん息が苦しくなってくる感覚があります。そういった時は窓を開けて換気するようにしましょう。私は部屋の掃除をするついでに窓を開けるんですけど、外の空気を少し入れるだけでも部屋がすっきりして心も体も楽になってきたりします。ぜひなんか空気よどんでるな、息が苦しいなと感じたら換気をするようにしてみましょう。やはり人間は外で活動する動物ですので、引きこもってばっかりいて外の空気を吸わないと調子が狂ってしまうと思います。とは言っても今の状況で気軽に外に出ることはなかなかできないと思いますので、家でできることとして窓を開けて外の空気を吸うということをおすすめします。2つ目は体を動かすことです。運動しないと体がどんどんなまっていってしまいますよね。かといって今は気軽に散歩に行ったりジムに行って体を動かすっていうわけにはいきませんよね。じゃあ家で運動しようかと思ってもマンションなどに住まれている方はなかなかなんか音を立てる運動ができないかなと思います。とは言ってもずっと同じ姿勢でいると体がどんどん硬くなってきて、体調も悪くなってきたりメンタル面でも病んでしまったりということが出てくると思います。そこで私のおすすめはラジオ体操を1日1回くらいやることです。ジャンプしなきゃいけないものもあるんですけど、なるべく静かにやるようにしてトライするのがありかなと思います。私は煮詰まってきたらラジオ体操第1と第2を YouTubeでやってます。それからヨガも結構効果的だと思います。私のおすすめは知ってる方も多いと思うんですけど Be Life というヨガのチャンネルで、マリコ先生という方が初心者の方でもできるようにヨガを教えてくれてます。10分くらいの短い時間でできる動画もたくさんありますので、ヨガをやりたいという方は、今ヨガ教室も行けないと思いますので YouTube でヨガをやることをおすすめします。またもう一つしっかり体を動かしたいという方は、これも完全に私の好みなんですけどノガチャンネルという YouTube ですね。エクササイズ系の動画もあってすごく見やすくて楽しいのでおすすめです。それから海外系のヨガの YouTube でおすすめなのがボホビューティフルというチャンネルです。私は下半身太りが結構ひどいのでそれをこう改善するエクササイズが結構好きで、彼女の動画を見てたまにやってます。これらは完全に無料でお家でできる運動やストレッチなので本当に今のような時期にはとってもおすすめです。私はめちゃくちゃ体が硬いのでそもそもヨガ教室に通うのがすっごい恥ずかしいんですよ。なのでこういった動画で配信してくださるともう誰も見てないところでできるのですっごくありがたいです。運動が苦手という方でも5分程度のストレッチだけでも全然体調が改善してきたりするので無理のない範囲でやってみることをおすすめします。3つ目はトリプトファン多めの食事をとることです。どうしてもこの時期は外食ができなくて、家で食べることがほとんどかと思うんですけど、そこで注意したいのがカップラーメンやお菓子など偏った食生活になってしまうことです。うつ病などのメンタル疾患の患者さんはもちろん健康な方でもそういった栄養バランスの悪い食生活を送ってると体を壊しますしメンタルもやられてしまいます。
特にうつ病患者さんは脳内の神経伝達物質セロトニンが減少しているとよく言われていますので、セロトニンを活性化させるような食事を意識したり、栄養バランスのいい食生活をする必要があるんですね。これまでの動画でも話していますが、セロトニンの材料になるのがトリプトファンで、それは食べ物からしか摂取できません。トリプトファンが多く含まれるのが大豆、肉、魚、バナナ、ナッツ、乳製品などです。カップ麺やお菓子を食べるよりも、こうした食材を積極的に普段から取り入れてみましょう。ちなみにこれらは炭水化物も一緒に摂取することで、よりしっかり栄養として蓄えられるそうなので、炭水化物もある程度摂ることが大事なようです。私自身も甘いものをたくさん食べてた時期に体の調子がめちゃくちゃ悪くなったので、お家で好きなものばっかりを食べてて調子悪いかもっていう方は要注意です。栄養バランスの良い食生活にシフトしていきましょう。ただ料理を毎回するのってとっても大変ですよね。私もさすがに1週間朝昼晩全部自炊はできません。テイクアウトも利用してますが、そうした時もこのトリプトファンを意識しながら食べ物を選ぶと良いかもしれません。4つ目は朝日を浴びることです。先ほども話したセロトニンですね、これが少ないと不安や抑うつ、体調不良や不眠などに悩まされるようになるそうです。ではどうやってセロトニンを活性化させれば良いのでしょうか。これは精神科の先生たちがよく言われていることですが、朝日を浴びることでセロトニンがしっかり分泌されます。ちなみにセロトニンは朝日を浴びて約15時間後ぐらいにメラトニンという物質に変化して夜自然と眠くなるそうです。そのため朝日をしっかり浴びることによって夜も眠れるようになるっていうことですね。約15時間後ぐらいに眠くなるっていうことは、逆算すると、私の場合は、ちょっと早いんですけど夜10時過ぎには寝てしまうので、朝は7時くらいに朝日を浴びておくのが良さそうですね。こうしたメラトニンの分泌っていう関係もあって、なるべく太陽は朝浴びた方が効果的だと言われてるんですね。朝日といっても、わざわざ直射日光を浴びなくても窓から光を顔に当てるだけでも効果はあるそうです。カーテン越しでも良いので、なるべく朝は窓から朝日を浴びるようにしてみましょう。ちなみに私の寝室は北向きの部屋にあるので、あんまり明るい光が入ってこないんですよ。なので私は朝電気をつけています。部屋の電気をつけて明るくするだけでも効果はあるそうなので、なるべく朝は部屋を明るくしています。これだけでかなり目が覚めてきますね。また私はブライトライトっていう、うつ病の人が治療に使うような専用のライトがあるんですけど、それを購入してずっと使っています。これは、朝必ずつけて光を浴びるようにしてます。あと雨の日とかは太陽も十分に出てないし、外にもなかなか出られないので、部屋でブライトライトを使って光を浴びるようにしています。ブライトライトについては今度紹介しますね。5つ目は必要最低限のニュースにとどめることです。これはめちゃくちゃ大事なことです。私は病気になってからかなり気をつけるようにしてるんですけど、ネガティブなニュースやワイドショーってメンタルにかなり悪影響を及ぼします。もちろん必要な情報は得なければいけないので、一切情報を遮断すればいいっていうわけではないんですけど、なるべく自分を不安にさせるようなものは見ないように心がけた方がいいんじゃないかなと思います。特に最近 SNS では、いろんなデマも流れてますし、そういったものに流されてしまうと心身ともに本当に疲弊してしまいます。またニュースやワイドショーでは物事の悪い側面とか恐怖などを煽るようなものも流れてますので、それを朝から晩までずっと見てると本当に気がめいってしまいます。自分は影響を受けやすい体質だなぁと感じている方は、なるべくネガティブなものから離れるように心がけてみましょう。とは言っても必要なニュースを得ないと生活に困ることもたくさんあると思います。私の場合はニュースは基本的に NHK を見るようにしてます。また夜放送されるニュースを時間を決めて少しだけ見て、必要そうな情報だけを集めてます。である程度時間が経ったらもうテレビを消します。だらだら見てるとわかるんですけど、これって
まあ、一般の人が知ってもなんかポジティブな意味があるんだろうかという情報もたくさんあるんですよね。まあ、確かに情報を得るっていうのは大事なんですけど、情報を選んで必要なことだけを知っておくっていうスタンスでいないと、いろんな情報に惑わされてもう頭がいっぱいいっぱいになってしまいますし、気づいたら一日ぐったりしたっていうことにもなりかねません。まあ、なので心の健康を保つためにも、まあ、私は必要最低限のニュースで情報を得たら、あとはもうシャットアウトするように心がけています。これは、まあ、今の時期に限らず、メンタル疾患の方や影響を受けやすい HSP 気質の方には、まあ、共通して言えることかなと思います。自分を不快にさせるものには自分からあえて飛び込まないようにこうセーブするということはすごく大事なことなので、気をつけてほしいなと思います。以上5つのポイントでした。とまとめると、私たちが家でもできるメンタルや体を健康に保つためにやれることは、1つ目が外の空気を吸うこと、2つ目が体を動かすこと、3つ目がトリプトファン多めの食事をとること、4つ目が朝日を浴びること、5つ目が必要最低限のニュースにとどめることでした。いかがだったでしょうか。今世界中がとても大変な時期ではありますが、外出自粛をしなければならない私たちが気をつけるべきこと、家でもできることについてお話ししました。やはり今こんな状況の中で、もともとうつ病などを患っている患者さんは悪化してしまったっていう方もいらっしゃるかもしれないし、本来は健康だったはずの方がこれをきっかけに体調を崩されたり、メンタルを病んでしまうっていうこともあるんじゃないかなと思います。やはりそういう場合は私たちが今できることをやるしかないのかなと思います。また今すぐに病院に行けるような状態ではありませんが、家で自粛していたことがきっかけでメンタルや体調を崩されて日常生活に支障が出てしまうようなケースは、病院にかからなければならないこともありますので、自己判断で何とかしようとせず、しっかり相談するようにしましょう。これからも皆さんの役に立つような情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。またねー。